タイソンチャンネルで僕らは育った。はい、はい、工藤静香です。はい、工藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーちょっとね、うん、俺は怒ってます。うん、はい、うん説教パート3、うん、ちょっと俺は兄弟に物申したいね。うん、まず、うん、じゃあ一つずつ行こうか、うんうん、あの昨日酒飲んでたね、うん、それ認めるでしょ、うん、認めるあの、うん、この前、うん、兄弟の幼馴染が亡くなってしまったんですよ、うん、でその葬儀の時はみんな集まって、うん、まあなんつうのお茶の時にさ、うん、そう乾杯で一杯だけ、うん、兄弟その時だけ一杯だけ飲んでいいかって言われたから、うん、あそれはいいよって、うんあねうん、もう最後の弔いじゃないけどさ、うん、そうだね それは構わないよって俺は言ってね、うんうん、だけどもう葬儀もと終わったし、うん、ね特に終わって、うん、昨日なんか別に何でもない日よ、うんうんうん、そしたら電話した時にもう、うん、あのすぐわかる。あの声が合わなくても合ってなくても、うん、表情を見てなくてももう、うん、電話の声でわかるから、うんうん、あもう今飲んでるなって、うん、で案の定聞くと飲んでるでしょ。一回必ず嘘つくんだけどね、いや飲んでるだろうって問い詰めると認めるじゃん。いや笑い事じゃないんで。わかってます、ね。笑って笑い事じゃないから。わかってます。そう。ちゃんと薬飲んでやめます。そう。そう俺も昨日、うん、昨日も怒ったし、うん、あのね、今日も同じ動画で説教だけど、うん、うん、あの何、あの、俺、ダチがさ、亡くなったじゃん。うん、あの、ダチも肝硬変。観光そうそう、だから言ってるじゃん。だから俺もやばいから。だからそれ前に言ったでしょ、うん、そうです。その友達が肝硬変なんかあって肝臓でやられたんだから、うん、ね、うん、酒なんて肝臓もろじゃん、うん、だから兄弟もやばいでしょって、うんうん、あのね、うん、そう言ったんだよ俺はっきり、うんうん、で分かったっつってさ、うんうん、あのその時分かったよって空返事してもダメなんだよね、あの自分で俺が今ね、うん、兄弟のことを何とかしようと思って、うん、あの、うん、一応あれしてるけど、うん、結局は本人の意思じゃん、うん、そう俺がいくら何とかしようと思ってこう、うん、手を差し伸べたり頑張っても、うん、結局は本人だから、うん、俺がいないところで、うんね、一緒にいれば飲ませないからさ、うん、いいけど、うんうん、じゃあ家帰って毎日飲んでたらさ、何も変わらないでしょ、うん、そうだね。そう、うん、俺も24時間付きっきりで入れるわけではないから。そうだね。そう、うん、だからすいません、皆さん、ね、すいませんでした。そう、視聴者、応援してくれてる、うん、視聴、リスナーさんも裏切ることになるから、うんうんうん、すいませんでした、皆さん反省しております。俺のとこにも、ね、力くん頑張ってとかさ、ちいくん、なんとかお酒やめられるようにタイソンさんお願いしますとかさ、すごい来るんだよ、うん、いっぱい、うん、だから任せてくださいって、うん、俺言った以上なんとかしますからっていう、うん、俺も言ってる手前、うん、あの説教したくないけどせざるを得ないでしょ。そうだね、うん、そう、うん、で今わかるよ、うん、今ここでシューンとしてるだけで、うん、まあ、頭の中もう入ってないからね、どうするか。はい、もう帰って、うのんちゃん濃いめでしょ。うるせえ。マジそれしたら怒るから。分かった分かった。そう、皆さんどう思いますか。俺だって説教なんかしたくないっすよ、うん、いちいち、うん、ね、だけど飲んじゃってることがバレちゃってる以上、うん、それ俺はスルーはできないからそこをね、うん、まあでも昨日電話で、ごめん、認めてさ、うん、飲んでることをね、うん、でごめん今日で飲んじゃったって、うん、
あの、うん、認めてこう素直に謝ってたから、うん、あまだ大丈夫なと思ったその時、うんうん、そこで開き直ってたりさ、うん、それはやんない、それはやんない、うるせえ関係ねえだろうとか、うん、タイソンにはそういうことないから俺、うん、ちゃんとごめん今日飲んじゃったって、うん、そうはっきり、はっきりちゃんと認めてさ、うんうん、言ってくれたから俺はまだそこで、うん、あまだ大丈夫だと、うん、まだ救えると思ったから、うんうん、そうそうそう、なるほど、だから、うん、俺は諦めてないからね、うんうん、来るよ、うん、変な、うん、そのアンチとかでさ、どうせ辞められねえとかさ、うん、さんざっぱら来たりするけど、うん、俺はそんなこと思ったらちゃんと絶対に辞めさせるって俺思ってるから、うんうんうん、そうで、前にも言ったけど何も一生飲むなとは言ってないからね、うん、今この一番やばい状況の時をなんとか、うん、なんつうの、こう、うん、元に戻して、うん、そっからね、たまに酒たたしなむ程度だったら別にいいじゃん、そうだね、うんうん、今一番やばい時をなんとか乗り越えようってことだから、そうだね、そう、うん、ね、頼むよマジで、ああ本当飲んじゃったもんな昨日、あれでしょ、あ俺、あとリスナーさんから何か言われたのが、うん、今日でその酒をやめる薬飲んでるじゃん、うん、それにも種類が何個かあるらしくて、いや、あるよ、そう、あるらしいんだよ、うん、で、なんだっけな、すごい強いのがあるらしいんだよ、うん、それ飲めれば、うん、もう何、絶対やめられますよって言ってくれる人がいたの、うん、DM わざわざくれて、なんかね、医療関係の人だと思うんだけど、うん、なんかすごい強い薬があるみたいな、聞いてみようかな、うん、だから今の先生、そうそうそう、うん、なんか相談してくるのもありだよ、うん、もっと強い薬で、なんかね、もう酒なんか飲んだらもうゲロ吐くぐらいの、ああそれは分かる分かる分かる、なんかあるらしいんだよ、うん、だからとどめじゃないけどお酒なんか飲めないですよって言ってたから、うん、その薬飲むとね、うん、そうだから、まあその薬のちょっとあれも相談してみるのもありだね、そうだね、うん、相談してみるわ、そうそうそう、で、うん、ちゃんと朝昼晩飲みなよ、うん、うん、そうだね、そうそうそう、だからそういうさ、なんていうの、やっぱり誘惑に負けちゃうっていうのは、うん、一種の心の弱さじゃん、うん、そうだね、逃げだったりさ、うん、心の弱さだったりするからさ、話ちょっとずれちゃうけど、だから信義くんもなんかちょっと辛口で言ってたじゃん、うん、ね、うん、でも信義くんだって別に兄弟のこと嫌いなわけじゃないと思うんだよね、うん、そういう姿とかを見ててしっかりしろよっていう意味を込めての、うん、ああいう配信だと思うんだよ、うんうん、すぐにラオウなんだろってしっかりしてくれよっていう、そういう思いからの、ああいう辛口な、ね、それもさ、だから信義くんの愛情だと思ってさ、終わった、そう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 、うん、だからみんなが兄弟を思ってるわけよ、心配して、うんうん、そこを今一度考えて、うん、なんとかね、うん、まあ、そうですね、そう、やめれるように、うんうん、頑張ります、じゃないと、これから、まあ、このまま言ったけどさ、一緒にこれから事業とか始めてさ、うん、できなくなっちゃうじゃん、うん、そうなの、そう、酒なんかに潰れてたら、うん、これからや、ね、上がっていくのにさ、うんうん、そうだね、そう、うん、だからちょっと、はい、皆さん、またね、ちょっと説教動画になってしまいましたけど、うんうん、まあ、俺は諦めないし、うん、ちょっとね、長い目でもう少し長い目で見守ってください。なんとかしますんでね。お願いします。はい、皆さん。頼むよ、はい。はい。はい。じゃあ、これで終わります。はい、どうも。